株式会社電動押田大樹。 VR 元年と言われた2016年、徹夜で家電量販店に並び初代プレイステーション VR を購入すると、その世界観に衝撃を受け、東京都立大学にて電子情報工学を専攻、バーチャル技術の研究を始める。研究プログラムで訪れたシリコンバレー、ガーファなどメガベンチャーの存在を肌で感じた押田。起業を決意し、学院在学中に VR、AR の受託開発を行う電動を創業した。そんな押田、実は多くの人の前でピッチするっていうのもほぼ初めてだったので、コロナ禍で浮き彫りになった小売業界の課題をバーチャル技術で解決、押田人生初の大舞台でのプレゼンテーションに挑む。いつでもどこでも誰とでも理想の自分で友達とショッピングを楽しもう、 Z 世代向けショッピングメタバースモルツを開発しています。まずはこちらをご覧ください。次のイベント何着ていこうかな、みんなに聞いてみよう。あそこ集合でいいのかも。お待たせ、ヤッホー。今何見てたん？横の赤とどっちがいいと思う？イベントに合わせてこっちじゃない？普段の服とも合いそう。そうよね、やっぱこっち買うわ。ありがとう。お、届いた届いた。時間、場所、外見に依存しないショッピング体験を提供するモルツです。僕の夢はメタバースの普及で人類をアップデートすることです。さて、メタバースの普及に必要なことは何でしょうか。 2D から 2J、 これ何か分かりますか。 2 デベロッパーではなく 2JKJD、 開発者向けではなく女子高生女子大生に受けるものを作ろうということで、JK に受けるものはもう世界で流行ります。ただ現状メタバースはやっぱり開発者受けで終わってしまっているかなと思っています。僕たちは世界中にいる25億人いる若い世代に向けて、友達と遊べてショッピングできて理由はないけど行きたくなる、そんなショッピング空間を提供します。僕たちのモルツ3つのポイント。1つは既存の SNS からワンタップで簡単に誰でも始めることができます。2つ目、統一された世界観、若い世代を意識した可愛いデザインでアバターを作成、自分の個性を表現できます。3つ目、モルツの掲載商品はデジタル版も購入することができます。モルツのユーザーは基本無料で利用することができます。最初は企業から掲載料と成果報酬をいただく広告媒体モデルです。これまでと大きく異なるのは、デジタル媒体、広告媒体となるものがデジタル商品としてそもそも販売できるという点です。でモルツのデジタル商品はコストがすごく低いので利益率を高く提供することができます。はい、チームです。私押田はこれまで中高生向けのゲームの開発、アパレルスタッフとして店頭勤務、バーチャル技術の研究を行ってきました。このサービスを成功させる経験を誰よりも持っています。チームです。チームにも若くて優秀なエンジニア、マーケターメンバーが揃っています。僕たちは5年後このサービスで世界から1億人の来客を目指して、世界中の人々が集まるメタバース版竹下通りを作りたいと思っています。まずは今年のリリースに向けて必要な資金は3000万円です。一緒にモルツを作っていきましょう。いつでもどこでも誰とでも理想の自分で友達とショッピングを楽しもう。モルツ株式会社電動の押田でした。ありがとうございました。ほぼ覚えてないです。緊張しすぎて。でもなんか一番手任せていただけたので、まあ、とりあえず元気よくやろうということでやらせていただきましたけど、はい。ここから行うのはプレゼンのみで評価する押田へのファーストジャッジ。エンジェルスたちに渡された3枚のカード。出資希望はゴールド、興味ありはシルバー、そして興味なしはブラックのカードを上げてもらう。それでは皆さん、ファーストジャッジカードを上げてください。よろしくお願いします。ドンということで、シルバー、シルバー、ブラック、里巻さんブラック、本田さんいかがでしょうか。シルバーです。シルバーですね。ちょっとね、きつい感じですけど、
5人のうち2人がブラックという厳しいスタート。ある程度は予想通りだなっていう気がしていて、まあ、僕のサービス以前に、まあ、メタバースというもの自体が多分即興で金出せる人ってなかなかいないだろうなっていうふうには思っていて、まあ、まず銀が多いんだろうなと思ったんですけど、まあ、思ったよりは黒は多いなと思いました佐藤さん黒出したかっていう感じでした。僕は赤浦さんいかがですか。まずずっとなんかちょっと渋い顔されてたんで、いやいやいや、そのスニーカーかっこいいなと思いましたねありがとうございます。オリジナルってわけではなく、いや、そういうわけではない、はい、穏やかに話すもカードは出資に興味なしのブラック。この男が日本 VC 界のゴッドファーザー、インキュベイトファンド代表パートナー赤浦徹、日本ベンチャーキャピタル協会の代表理事を務め、サンサンやサイボーズなど16社の企業を IPO に導いた。スタートアップの資金調達額年間で1兆円、これを実現したい。その目標を達成すべく年に一度キャピタリストと起業家をつなぐ合同合宿インキュベイトキャンプを開催。早い段階から起業家と一緒になって視座を上げてチャレンジすることで、より到達視点を高くしていきたいというところ、本来黒子でなきゃいけないベンチャーキャピタルの主役になって日本をこう引っ張っていくということを実現できたらいいなって、そういう思いはありますね。出資に興味ないのは何でですか。そうですね、ショッピングする前にまずプラットフォームでいっぱい人が集まる世界を作るっていうところの方が興味がありますかね。うん、里巻さんもいかがですか。ブラックでしたけど、はい、あの JK だからこそ VR 空間で買い物をしなきゃいけないっていうのがちょっとよく分かんなかったなっていうふうに思っていて、まあ、一つの、まあ、ショッピング のする場所としてこのウォルツがあの存在するのかっていうところはまだちょっとあの分からなかったので、一旦あのブラックとさせていただきました。ジェイソーさんいかがですか。シルバーでしたけども、そう、まあ、あのメタバースと関係あるの会社興味がある、うんうん、なぜならば、まあ、メタバースはどこまでいけるかまだ分からないけど結構大きくなる、うん、本当の世界の経済ぐらいまでいけるかもしれないけど、モルズという会社、あの電動さんの会社、友達と買い物メタバースでできる会社は成功するかどうか、うん、できるかもしれないけど、もうちょっと早いかもしれないけど、押田の事業を時期尚早と判断したのがグローバルインベスターマイオラアセットマネジメント創設者ジェイソン・ブロック。プロのミュージシャンで元バンカー、そしてエンジェル投資家としても活動するこの男は、大学を卒業したばかりの1997年に来日し、金融のキャリアをスタート。不動産投資会社マイオラアセットマネジメントだけでなく、デジタルヘルス企業健在の創設者として活動する一方、アジア最大の不動産投資信託企業を IPO に導くなど、 VC としても偉大なキャリアを残してきた。 I've invested in probably 60 companies so far. Companies that are based in Japan, the Philippines, Singapore, the US. Really, I'm agnostic as to location for the company.I look primarily at the founders, the idea, the business opportunity, the market size when making a decision. そんな彼が起業家に望む姿は、 Passion's great, but passion will only get you so far. And I think every young entrepreneur is very passionate about their idea. If you weren't, you shouldn't be doing it. So I like to see people with the passion, but also with good business sense, that they've thought out the risks.They've understood how to overcome challenges. They know how to build their business, or at least they have a good idea of how to build their business. That's what I look for in a young entrepreneur. エンジェルス第一の懸念は、押田の掲げるサービスが人の集まるプラットフォームになるかどうか。押田の発信力が試される。ディスカッション。